本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。部屋の隅なんかうまく活用できないかなと考えたことはございませんか？今回はデッドスペースになりやすい、過度に有効活用できるコーナーラックを紹介したいと思います。開封の儀、こちらでございます。重いので別アングル。では作っていきたいと思います。様々なシーンで活躍、おしゃれな多機能ラック。こちらのコーナーラック、名前の通り隅や角はもちろん、スペースが限られた場所でも簡単に置きやすい6段式ラックです。本物のフル材のような木目の美しさとブラックのスチールの組み合わせがシンプルでありながら高級感を演出。洋風和風、どんなお部屋にもマッチしやすく、室内の上品さを高めます。使い方としては、食器収納、玄関棚、絵本棚、漫画棚、雑誌収納などフィギュアを飾ったり、様々な用途で活用することができます。組み立て、お手入れ簡単。この収納棚は組み立てを自身で行う必要がありますが、とても分かりやすい組み立て説明書と組み立て用レンチが付属しており、組み立てが苦手な方でも簡単に作ることができます。基本的にはパーツをねじ込むだけです。段数も自分のお好みで2段3段最大6段まで組み合わせることが可能です。厳選素材について、こちら高品質なパイプ材を使用、粉体塗装は建設資材など耐久性が求められる製品を使用、さらに耐熱性耐油性にも優れており、柔軟に伸縮もするのでひび割れ等が起きにくく、塗装寿命が長いのが特徴です。万が一水をこぼしても濡らした布でさっと拭くだけでシミにならず、お手入れ簡単な防水も感が採用されております。安定構造について、 1.5 センチ厚さの MDF 棚板と丈夫なスチールを使用しているため、錆、水や傷に強く、耐火重設計は棚板1枚あたり約15キロまでです。ちなみにこの商品、背面の金属製クロスバーは横入れの防止、安定性もしっかりとしております。壁付け金具も付属しております。壁に棚を固定することができます。こちらコーナーラック、いかがだったでしょうか？デッドスペースになりやすい、家族に最適な収納ラック、組み立て、お手入れがとても簡単、見た目としてデザイン性、インテリアとしての調和も抜群、部屋の雰囲気作りにもぜひおすすめな商品です。この商品興味がありましたら詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。おしゃれ家具はテンション上がる。
本番いきます。よーい、では奥行きは30センチです。組み立てを自身で作る耐久性を求める。壁用使用金具を、壁用を